はい、私は今世界一反響のする場所に来ています。フィリピンのアラモアナショッピングセンターに来ています。はい、見てください、こちらあのティンパニの内側のような集合体の美術館に着きまして、今楽しんできたんですけど、今面白いエレベーターがあるんですよ。ほら未来で未来。未来が来た。上なんもないですよ。ほら未来、ね、未来。そうでしょ。あ未来。はい未来。すげえ。未来でしたか。未来でしたね。すごい。見て。さよ。すごい。未来。はい閉めますね。あどうぞ。すごいこれ、ボタン見てこれ見たよ、もうよ無印が撮ってそう降りますすげえ。ふんわりすごい、なんもないんだぜ、エレベーターなのに1階すごい、すんこれさよ、なんだってえ、ガラスのエレベーターで、うん油圧の力で。あ、油圧ね。なんかの余力で動いてます。最後の余力で動いています。誰の？ガラスのエレベーターで最後の余力で動いています。誰の？はい、というわけでね、石川に来てます。それでは続きをご覧ください。どうぞ。は？エンペラーオブ徳川。関係なし。関係なし。はい。徳川関係ないし徳川関係ないですねたくさん人がいますねカヤスな参加すな会話に知らない言葉で唐揚げタイ語で唐揚げっていう意味を言っちゃいました一人ガイは鳥でヤンを焼くガイヤン一人ガイヤン広いなおいやばいなおい自由なここだから石川もんだからピースオブケイクス、まあ、行き先をね、モンガに任せて来た割にはね、割と楽しんでますね確かに、美味しいものも食べたし温泉も入ったし全然温泉ってか旅行楽しんでるじゃん、俺たちなんでいつもこれシュナウザーなんですかこれえ何ですかペットの持ち込みができませんのアイコンなんでいつもシュナウザーなんですかこれシュナウザー差別でしょ、これいやでも一番シュナウザーは犬じゃないですかパッと見わかるじゃんこれシュナウザーってこれ一発でこのヒゲのこの感じあのヒゲのがないとあの馬の埴輪に見えちゃうんですよ確かにねはいというわけで私たちは今お城を後にしてもっと来るかおいそういうこと言うなよ真ん中はねすごい広くてあのいろんな作りとかお城のねあの日本特有の何でしょう組み立て方というかやってましたけどもはいすごくいいとこでしたよよくねあのもし来たらぜひ寄っていただきたいと思いますのではいまあ結構すごいね広いとこなんでまあ疲れるかなとは思いますけどはいというわけでね私たちはじゃ今からですね今から何ていうとこですか、何県ですかそれは同じだよ
石川県の、海の日本海の方に行きたいと思います。日本海側、そう、日本で唯一あの砂浜を車で走れるという場所があるらしいので、映え確定のとこがあるらしいんで、そこに向かいたいと思います。運転よろしくね。かーん。およそ 700m。 はい、というわけでね、僕たちは今ずっとまっすぐね道を進んでいって、道の駅によってこういうアイスを買いました。僕が買ったのは小松菜味と桜餅、彼は小松菜味と加賀棒茶味を買いました。どっちもねすごく食べやすくてね、僕は好きですね。というわけで皆さんにお見せしましょう。日本海、やばー、綺麗、グリー、マジで西に沈むんだなと思うよね、太陽って。およそ 300m 先、俺ら 日が沈むとこ見れんじゃん今日。うわすげー、絶対今日かき食うべ、絶対今日かき食うべ。これ日本海か、初だね、俺入ったことあるけど。太陽とあんま変わんねえな。走りましょうよ、走りましょうよ。音が掘っちゃったりして、いいね。雄大古代呼んだなあ、呼んだか。いいね、でもね、いや、いいね。ちょっとこれは九十九里には少なくともないね。いや、同じくこれ際を走る道路はあるけど、こんな目の前海はないよね。いや、逆に考えたらちょっと危ないよね。ちょっとね、そう、目の前海はないよね、ちょっとワンクッション挟んで遠くに見えるみたいのあるけど、そんなすげえ狭くて、キワキワ砂浜はないよ、こんな。まるで泳いでいるみたいなのはないよ。じゃあ、走れるとこは無理だってことだね、今日は。もうなんか波が、うん、だってもうびちょびちょじゃん、もうキワキワでびちょびちょじゃん、しょうがないか。これでもね十分かな、うん、じゃあ私たち今からどうしますか。カラヤして、今からですね、はい、能登半島今ね走ってます。能登半島今こうぐるっと行く、はい、途中なんで、まあ牡蠣とかね、牡蠣、そう、能登牡蠣ね、食べれればっていう感じで、たくさん食べて、そう、うわすごい、あー、やっぱさ日本海ってさ今見ちゃったわ、今何漂着物すごいんだね。あ、マジで分かんないけど、いや、どこから分かんない、ロシアからか韓国からか知らん、見ちゃった、めちゃめちゃあったよ漂着物。マジで、いろんな色とりどりの、色とりどりの、水に浮くものほぼ全てみたい たいな。マジか、なんか、なんならなんかいいものとか落ちそうなぐらい。確かにこれ浜もクソもねえな、これ。でも泳げるは泳げるね、泳げる泳げるね、うん、でも誰一人サーファーすらいないね。あー確かに、なんか強すぎるから、これ変えると両で死ぬか、うん、乗られるでしょ、両で死ぬか、ほんと捜索員に連れ去られるかみたいな、ね、あ、こっち側ね、確かに。いや、もう美味しいもん、逆に行っちゃうもん、無視して、もう行ってみる、道交法違反して行っちゃうもん。お、行こうか、そうしましょう。シンプリークライム、シンプリークライム。はい、というわけで風が強いですが、能登半島に来てます。ダメ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 、全然風強い、ボーボー言ってる、ボーボー言ってるよ。はい、ピンマイクで音を拾ってますが、すごいね、すごいですね、波が荒い。本当だったらあそこを車で走れるらしいんですが、ちょっと今日はどうもね風が強いのとあって、あった、ちょっとドライバーできなそうなんですけど、このパーキングエリア何ですかこれ、サービスエリア、サービスエリア、道の駅、うん、どれ、道の駅、まあそこから直接こう海に降りていけるっていうのはなかなか画期的じゃないですかね。確かに、はい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 、あざすあざす、ちょっと GoPro はもう東君がうまくことやってよ、GoPro 動画を撮ってそれ Google な、やばい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 、めっちゃ沈む、足これ漂着物、うわ汚ね、うわ
日本海汚ねえ、やべえ、めっちゃ取れてる、取れちゃってる。え、これマジ、なにこれ、プラスチック祭りだ、ゴミだらけじゃん、プラスチック祭りや日本海。え、カラスの群れ、こんなとこ誰も来ねえよな、とんでもない汚さ。海きれいなのに。待って待って、ほら、何、やめて、怖い、ほら怖い、何、ほら何、ほら、ほらハングル、ハングル、あ、ほんとだ、韓国から来た つもりだ、韓国から漂着したつもりだ、はっ何入ってるそれ、うなんか答え入ってんじゃん、ほら、うわ、何これ、え、何、脳みそ、怖っ、この漂流物何、マジで、え、あ、何マジで、重い、うえぇ、漂着物かわからないですけど、はい、すごいの落ちてましたよ、はい、はい、行きましょう、はい、はい、こちら、はい、うわぁ、外場、これ取っていいのか、こんなの、外場が落ちてますよ、外場が、怖ぁ、これはなんだ、これ漂着物か、それとも飛んできたんじゃない、知床とか言ってない、知床、あ、違えや、違うわ、如来だった、如来知床だと思ったら如来だった、いやぁ、おぉ、RIP